こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。ちょっと会いませんでしたね。そうだね。はい。うん。昨日鴨川ね。そうです。おっちゃんファーム行ってまいりました。ね、千葉の鴨川で、あの蘇我まで電車で行ってね。うん。そっから電車借りて。電車借りてね。うん。うん。あのやっぱりこっちから行くとね、うん、車だとね結構きついからね。うんそうだね、うん、こう都心をこうね抜けていかない車が好きな人はいいのかもしれないけどねうちがあんまり得意じゃないから ね、うんうん、ねでも昨日はキエが運転してそうレンタカーで天気も良くてねうん最高だったねうんでまあ11時過ぎに着いたのかそう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 、うん、7時半に出たんだねうちをねうちをねそうそう、うん、電車に乗って乗り返す、ね、で着いたの11時過ぎだから8時半9時半10時半11時半やっぱり4時間近くかかんねえな。でもレンタカーの借りるのにあ手続きやな、うんうん、まあねそういうのもろもろ含めて、うん、まあ4時間弱、うん、3時間半ぐらいかな、うん、かかってねうん、うん、昨日はね、うん、あの玉ねぎね、うん、玉ねぎの定食、うん苗を植えたんだけどね、うん、あの王ちゃんのね家族とかさ、うんね、たくさん来てたよねそうそうそうなそんないると思わなかったからもうびっくりしたなんかもうなんか農場って感じだったねそうそうなんかたくさんいいよねああいうさ広いところにさたくさん人がさみんな子供もいてさ大人もいてワイワイガヤガヤうん、ね、あれはいいわうん、うん、ああいう雰囲気はいいよね、うん、で大勢でやったらさ、うん、あっという間だったね早いんだよね、うん、3500本か、うん、そうそうそう玉ねぎ、うん、まあ朝からずっとねうんまあ、準備とか私たちはしてないからさ、だから準備したりなんだりそう大変だったと思うけど、うん、3500本植えましたよ、ね、だけどさあれでね、うん、あと大根があったりね、うん、それから、豆類ねそら豆とかさ、うんうん、いろんなものをね、うん、やってたよねうん、うんうん、まあ王ちゃんも千葉から1時間かけて毎日毎日ね昨日何時にメール来たこうちゃんからもう朝起きたら来たからさ、うん、でもさ大体もう4時頃には起きるんだってまあねそうねで今日は5時そうで5時には出るっつったようんそう、ねうんうん、そう言ってただからもう朝から晩まで農作業するんだよ、うん、いやいろんなことね勉強になるよっつって、ね、喜んでたよああもうすごいねうんだからねすごい動きがいいんであの、全体のね、うんまあ、鴨川行ってそこで親戚がさ、うん、田んぼがあると、うんね、でもそれちょうどおじいちゃんが怪我しちゃったから誰もできなくなっちゃったさあどうしようっていうことから始まるわけよな、うん、で、その田んぼを頼んでた人がいて、うん、これまたいい人でさ、うん、その人は師匠と呼ばせていただいてますけど5丁部ぐらい、うん自分でやってるわけよ、うん、稲作をね、うんうん、でまあ普通の農業やってるんだけど、うん、まあおうちゃんの話に、うん、あこれすごいじゃないのっていう話になってね、うん、で機械貸してくれたり、うん、いろんなこと教えてくれたりしてね、うん、一緒にやってんだよね、うん、でこの間愛媛の佐伯さんのところも一緒に行ったしね、うんうん、だからそういう人が現れてきたりさ、うんね、でまた周りで、まだまだ農業の戦力にはならないんだけどさ、うん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 、非常に興味があって、うんこう生やし立てるね、我々みたいな人間もね、うん、そうだね、うん、出てくるわけだからさ、うんうんまあ、そういうのがね大事で子供たちがいればさ、うん、そこでさ竹持って走り回ってさ、うんね、これまたね、うん、にぎやかでいいのよ私もそう、ね、うん危ねえぞなんて言いながらさ、うん、あの手伝いしてんのか邪魔してんのか分からんけどねそうんでさね、うんあれを畑の畝の上をさ、うん、ビョーンと飛び跳ねたはいいけどさ、うん、飛び切れずにさ尻もりついてね泥投げにして壊してしまったりしてさ、うん、まあそれもいいのさ、うん、なあだからそんな風なことでさ、うん、ああいう風にこうお祭りのようにさ、うん、楽しくやっていくっていうのはいいよ ね、 そうだ ね、 ねでこれまた収穫できればまたすごいことだからねそうだね、うん、玉ねぎパーティーだよそう本当にどんなさやっぱしさ、うん同じ玉ねぎであったってさ、うん、やっぱりこうやって自分が関わったところでできたものと、うん、それからスーパーで買ってくるものとはさそうだ、ね、やっぱ違うよなそうだねそれは分かる、うんうん、そうだからそういうことがね俺大事かなと思うのようん、うんまあ、でもね本当におじちゃんのさそのこうどん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 っていう流れうんやっぱ何を持ってるんだろうなあうん、うん、だから本当に2回もがんから生還してきてねそううんでどこから始まってたんだろうなんとこの出会いはねなあ何なんだろうねもちろん萩原先生の、うん、そう
それがこう実際の出会いなんだけどね。フォアガンネットワークでそこで6月か2011年6月でやった、うん、でもその伏線があるわけで、うん、本当はあなたは2011年3月にフォアガンネットワークでお話しさせていただくはずだった。 それが東日本大震災があって伸びた、うん、6月になったんだよね。そう、伸びた6月に、それは実は初めておーちゃんが来た。そう、おーちゃんは5月に萩原先生会ってる。会ってんだから。だから3月の時点でもし喋ってれば会ってないんだ。会ってないんだからね、あなたとは。うん、ですぐに彼はピンと来て小笠原行くっつって電話をかけてきた、うん、ね、でも末期がんで8月にはもう死ぬって言われてるんだっていう話を聞いて、でも8月の旅行に俺はいいよってオーケーを出した。そう、うん、でそれで、小笠原で精一杯遊んできた。でもその時も40何時間かかってるわけ、うん、あの、ね、急病人が出たから、まあ、病人にはすごい時間だよね。24時間でも大丈夫かと思う。25時間半かあの頃はね。そう、あの頃、うん、そう、でも大近くかかってるんだからね。1回帰ってきてるからね。でもう1回行ってるっていう、そういう船旅だったのよ。だからもう印象には残るよね、ずっと、うん、いや、どうでも小笠原48時間っていうのはもう、そう、残るよね。なあ、そっからそういうことがあって帰ってきたら、うん、がんがストップしてた。進行が止まっていた。ちょうどその時にその蓮見先生の講演会があった、うん、で俺は蓮見先生の治療ってすごい評価してるからさ、うん、ね、それに声かけたら行くって言った。ご夫婦で来てくださった。いや、一人で。奥さんの奥いらっしゃった。奥さんは最初は来てないの。そうなんだ。最初の時はおーちゃん一人なんだよ。そうなんだ、うん、そうで講演を聞いて、うん、でやるってすぐ決めた、うん、でその年の11月に1ヶ月間の治療を受けた。で1月の検査に行ったらもう全身に転移してたのが全部消えちゃったという、そういうことが起こったわけだよな、うん、うん、だからその流れっていうのがさ、うん、うん、なんかもう誰かがもう背中をズズズズってそう押してるとしか思えないよね。そうそうそう、だから本当にそういうことをさ、やっぱし、うん、なんていうの、聞き流すんじゃなくてさ、うん、うん、やっぱりそこをこうじっくり見つめる必要はあるよね。何なんだろうって答えが出ないと思うよ、なかなか、うん、誰が何、うん、何で押してくれたの、なんでこんなことになってるんだって、うん、そうだよね。そうで、なおかつそこでおーちゃんはね、うん、大好きなゴルフを一生懸命やってたわけだ、治ったからね、うん、よかったってね。ね、そしたらもう去年の、秋か夏か、うん、去年初めぐらいだったかな、その診断を受けたのはね、悪性リンパ腫全身に広がってたってわけだよ、ね、でそれがまたまあ、抗がん剤治療とその免疫療法をやることによって、もう今年の5月には消えてたのかな。いや、もっともっと前じゃない。もっと前だっけ、うん、で5月に行ったんだから、そこへ、トヨタやな。だその前に消えたの。その前に消えてんだよ、うん、で、うん、その時にちょうどその佐伯さんのイベント、うん、自然栽培パーティーのイベントがトヨタであるということを俺は聞いたわけよ、うん、ね、うん、で木村さんも来るし、うん、講演してくれるし、うん、から翌日は田植えの体験があるって言って、うんうんうん、面白そうだったからさ、うんうん、俺行くつもりだったのね、うん、でそれをさ、うん、まあ、直接誘わなかったね、うん、っていうのはやっぱりさ、もう病気治ったばっかりだしさ、うん、ね、うん、そんな連れてくの大変だろうと思ったし、うん、引っ張り回すと大変だろうと、うん、ね、いうことでさ、うん、LINE に小笠原のグループの LINE に流したわけで、うん、そうだね、うん、行くよって、そうそうそう、誰か行く人いるとか言って、うん、そしたらおーちゃんが行きたいっつって、うん、で一緒に行って、うん、そこで激変だったわけよ。あ、でもよっぽどよかったんだよね。でそうだと思う。なんかね、それパチンと来たんだろうね。来たんだろうね。あれはでもその感性、そういう感性なんで、パッと捕まえて、うん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 、もうすぐ動いたからね。そうだから、ダン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 って、そう、ね、いいなでもじゃなくてさ、うん、いいなよしになるっていう、そのパワーだよね。そう、あのパワーだね。うん、ああ、本当になんか見てて元気もらうよね、あの人は。そうそうそう、だから、うん、あの気持ちいいよね、あの子、うん、ドンドンドン。そう。うん、なんか昨日も会いに行ったらもうトラックが新しく、そうだよね、K4 買ったな、軽トラを新しく買ってな、そう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 、あ、そうそうそう、もう作業がはかどるわけで、なんか今度梅の木も植えるんだっつってさ、木の苗があったりさ、あ、そう、もうだって一番最初に行った時にさ、だってもう草ぼうぼだったんだから、そうそうそう、だから放置、なんだっけ、休耕地っていうのか、そう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 、うん、うん、そう、うん、それがあんたさ、畑になってたからね、そう、立派な畑になってるよね、うん、であちこち全部畑にずっとなってるわけだから、うんうん、7田んぼぐらい映ったからね、うんうん、いや、あの行動力は見習わないといかんね、そ、でそれで今度はだだだん、ね、うん、稲作ね、米作りを始めるわけだからさ、だからそんなことでさ、う
まあ決してその簡単なもんじゃないと思うんだ、あの自然災害ね、いろいろといろいろ、楽しかったよかったねじゃない、やっぱそこからどう何をどう収穫していくかって、そうだからさ、うん、でもさ、おーちゃんこれやるって決めてるわけよ、うん、でやはり楽しくてたまんないわけよ、うん、だからね、何か困難があってもそれを乗り切る知恵を出したり、うん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 、ね、誰かが助けてくれたり、いろんな形で、うん、その困難を困難と思わずに乗り越えていける、うん、大変なんだよ実際には、それは、うん、実際には大変なんだけど、でもその大変さを、めげずに、大変さにめげずに、うん、ね、また踏み出せるというさ、うん、そういう風なものがあるからさ、ね、やっぱ俺はね、好きなことをやるってのは大事なことだと思う、そうだね、本当に自分がワクワクするもの、 う、ね、うわーっと燃え上がるものをやるってことは大事だと思う、そうだね、うん、そう、だからそれは絶対ね、それはね、楽な道じゃないのよ実はね、別に、うん、それでなんか楽してるとかさ、うん、好きなことばっかりやっていいねとかさ、そういうことじゃないのよ、違うと思う、好きなことやるって非常に大変なんだよ、うん、うん、でも大変だけど大変さを、うん、ね、うん、大変だと思いつつも、うん、でも前に出るエネルギーが湧き上がってくるという、うん、そういうもんなんだよね、いいんじゃない、な、よかったね、いい楽しい一日だったよ、本当そうでした、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。